そういうわけじゃないです。その日までに気持ちの準備しておかないと。前にちょっと整理したくて、プロデューサーさんと歩いてきた今日までのこと、そうすれば少しは元気も出るかなって。私たち最高の結果を残せたんですよね。そう思っていいんですよね。そうですよね。立てたのはプロデューサーさんがルックスを磨いてくれたからだと思います。あ、私歌った曲の中ではアイドルマスターが一番好きでした。はい。でもどこかには元私にぴったりの曲あるかもしれませんね。そういう曲に出会えていたら、もう少し元気な顔で最後のステージに立てたかもしれません。これまではファンの前で歌を歌えるって思うと自然に力が湧いてきました。でも今日はダメです。このライブで全て終わりだとしたら、私何のために歌えば？確かに。そうですね。完全燃焼した先にはきっと。よし。はい。このライブ必ず成功させて見つけてみせます。明日へのヒント。